こんばんは、平井博明です。皆様お待たせいたしました。シャロースイングのお時間がやってまいりました。シャロースイング今すっごい流行ってると思うんですよ。先日僕柏高島屋さんの方でトークイベントやらせていただいたんですけども、その時にもシャロースイングのお題が出ました。各場所場所によって本当にいろいろ質問は異なるんですが、シャロースイングだけはなぜかつきまといます。それぐらい多分皆さん知りたい、やりたい、結果を出したいということだと思うんですが、そのことについて今日やっていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まずシャロースイングのメリットとしては、クラブの入射がなだらかになって、簡単に言えば安定したショットが打ちやすいということだと思うんですよ。先に言っときますが、僕シャロースイングやったことありません。おすすめしないぐらいなんでやってないんですけども、なんでシャロースイングを取り入れたいのか、やってみたいのかっていう理由が、ちょっともちろん僕やったことないんで、その理由が分かんないんですよ。もちろんそれはやるために、いやこういうことがあってやりたいっていう方ももちろんいらっしゃるんで、それはそれでいいんですけども、飛ばしたいっていう意見が多いんです。まず一つ。次に、飛ばしたいって言ったらクラブって下から上に振るのと横から横に振るのと上から下に振るので、どれが一番ヘッドスピードが速いかって言ったら上から下なんですよ。でもシャロースイングって上から下に振らないですよね。横からこうやって低い位置を通って振るんで、ヘッドスピードは上がんないですからね。飛距離とは無縁かなと思うんですよ。ただ今シャロースイングって左手の甲を外側にこうやって折ってロフトを立たせて打つんで、それで飛距離を出してるっていう部分もあると思うんですよ。なので動きとしては基本ではないってことを理解した上でトライしていただきたいんですけども、なんでクラブを上から下ろしちゃいけないか、安定しないか、クラブを上から落としたら要はダフるとかクラブが鋭角に入るってネットでもよく書かれてるんですけど、そんなことないですよ。したら僕それやってないですから。で、鋭角に入らないスイングがあるんですよ。それなぜかっていうと、クラブを真上から落として体を正面向いたまま鋭角に落とすんで、こうやってクラブが地面に対してこう刀みたいに入っちゃうんですよ。こうやって入っちゃうんですよ。でもその V ゾーンをなだらかにするには何をしたらいいかって言ったら、体をこうやって回転させればいいんですよ。そしたらクラブが下に動く動きと体の回転して横に動く動きで底辺がなだらかになって、結局クラブを上から落とすんでヘッドスピードは上がる、鋭角に入らないで体が回るんで底辺がなだらかになってダフらない。いいことしかなくないですか。上から落とせるんでヘッドスピードが増して、もちろん飛距離が出しやすくなるんですよ。でボールが地面に置いてあるんで、クラブが上から来た方がダフんないですよ本当は。でもクラブをこうやってシャローってこうやって入れてきますよね、横からこうやって。それでズル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 ってすごいダフりながら、この間もレッスンの時にシャロースイング意識されてる方でダフってる方いらっしゃったんですけども、それじゃちょっといいショットが打てないと思うんですよ。なんで正しいシャロースイングのやり方を見つけていただいて打っていただいた方がいいです。僕はその正しいシャロースイングの打ち方は知らないのでやりません。今回はというか多分ずっとやらないと思います。なんでその上からクラブを下ろしてきてナイスショットが出る打ち方はいくらでも言えます。それやりましょうか今ね。普通のアドレスをしていただいて、ここでクラブを普通のいつものバックスイングに上げます。こっからトップの位置からボールに対して打つんですけども、よく球を捕まえなきゃいけないって言って体の面を右向いたままこうやって打つ人がいるんですよ。こうなるとこっちに触れないんですよ、無理やりじゃないと。普通に構えたアドレスのまま右向いて左を向ければトップもダフりもないんですけども、なぜか動いたまんま腕だけこうやって下ろすんでダフっちゃうんですよ。こうやって右向いたまんまじゃなくて、クラブがトップを作った時点で
この形っていうのはアドレスから右を向いてるんですよ多少。それをインパクトの時に戻さなきゃいけないので、ちゃんとその戻してる作業を加えた上でクラブを振り下ろせばダフらないですよ。スパンってクラブが前に通過するので、体の向きが止まっちゃったり頭を残しすぎたりするんで、クラブが地面に対して V ゾーンに動いちゃうんでダフるんです。その動きがなくなればなくなるほどクラブっていうのは前に行こうとするんでダフらないですね。以前にもダフらないっていう動画を上げてるんですけども、それにも詳しい内容載ってますので、それも見ていただければと思います。なんでちょっと戻りますと、正しいいつもの構えをしていただいて、そこからトップを作って、この形を回転しながらクラブをほどいてあげるだけなんですよ。ちょっと打ってみますね。これだけなんですよ、単純な動き。この動きができてたらシャロースイングやらなくても全然67は出ますだって簡単だもん、簡単だもん。だって余計なことやってないですもん。だからチェックするポイントが少ないんですよ、めちゃくちゃ。こうやってやってないから。そうだからね、コースに出てナイスショットを一球打つためにどれだけ余計なことを省けるかが大事なんですよ、コースでは。練習場で自分の打ちたい形をしてナイスボールが打てた満足と、コースでのワンショットのナイスショットの満足じゃもう全然わけが違うので、やっぱり何のために練習してるかですよね。コースでいいショット、いいスコアを打つための練習を練習場でしてるので、練習場で100点満点の結果を得ようとしてたらなかなかコースでは難しいです、いいスコアは出ないので。なんで一番単純な動きを自分で見つけていただいて、それを普段の練習から取り入れていただいた方が考えることが少ないので、結果的にいい継続ができると思うんですね。なんであまり複雑な動きを取り入れない方がいいと思います。だからその決してこの動画っていうのはそのシャロースイングを否定するものでもないですし、僕が言いたいのはシャロースイングをやろうとしててなかなかうまくいかなかったり悩んでる方がいらっしゃったらと思ってその方に向けて言ってますので、シャロースイングをやって成功してる方はそのままもちろんやっていただいた方がいいので、いい悪いでは言ってないですよ。悩んでる方が少しでも解決に向かえばなっていう感じの動画になってます。シンプルに一番基本として単純なのはアドレスの構えの形、この形を右から左に移動させることが一番単純なことなんですよ。その形にこことここからちょっとだけクッてコックを入れてあげたらもうフルスイングなんですよ。これでフルスイングが出来上がるんで、難しいことは一つもやってないですよ。本当にクラブを上げてコックして、クラブを落として振ってまたコックをしてるだけなんで、それに体の回転をいつも通り加えてあげてるだけなんですよ。なんで本当にどこのパーツをどう使ってっていうことは考えてないので、本当に頭の中はシンプル、上げて下ろすっていう動作が一番今のイメージに近い動きなので、そういう動きやすい、イメージしやすい動きを普段から取り入れてあげた方がいいと思います。で今回はですね、すごいためになるシャロースイングのお話でした最後までご視聴ありがとうございます。